島尾美穂、島尾美穂、島尾美穂、1919年、大正8年10月24日から2007年3月25日は、天見群島、かけろま島出身の日本の作家。太平洋戦争中、かけろま島に駐屯していた第18神洋、特攻隊隊長の島尾武と出会い、戦後結婚した後には、彼の代表作、死の棘に登場する、妻のモデルとなった。 自身の小説では、海辺の生都市で、第15回、田村都市賞、1975年度を受賞したほか、祭り裏、短編、その夜など故郷に題材を取った作品が多い。島尾俊夫との間には西がおり、長男は写真家の島尾新さん、そしてその娘、美穂の孫は漫画家の島尾真穂である。美穂は1919 19年、 大正八年十月二十四日に、長田真行、マス夫妻の長女として、警察官だった父の認知、鹿児島県鹿児島市で生まれた。長田夫妻はどちらも奄美出身で、実るのは、ゆかりっちゅ、琉球時代に、奄美へ派遣された支配者階級ノロの家系に、生まれていたほか、マスの家系からは家庭運動の中心となった、マルタナンディアに四号生の妻、アイガナが出ていた。 またマスは熱心なカトリック信者の家系で、ミホも生後一週間で幼児洗礼を受けている。ミホは生後一ヶ月で母マスに連れられて、天マ大島に渡ったが、マスはすぐに病死し、一歳上の兄と共に、達郷長瀬止めでおば、マスの妹に育てられた。ミホは万二歳で、かけろまとう、お四角の大平文一郎、吉鶴夫妻の幼女となった。養母、 吉鶴は、ジップ、ミノルノの姉で、夫妻の間に実子が生まれなかったことから、弟夫婦の子を養子にもらえないか掛け合っていた。養女になった後も、大平家の席には入らず、長田姓のままだったが、これは成人してから、美穂本人に選ばせようという養父、文一郎の意向で、あ。結局、島尾年男と結婚するまで、長田姓であった。美穂によれば、大平家は、 ナムサ王につながる血筋であり、美穂の伝記を書いた、架橋久美子の調査によれば、大平家は、騎士東親方の末裔で、お四角地区のあた人とのろを兼ねた有力者であった。実際太平夫妻は、お四角地区で、うんじゅ、母の意味と呼ばれて、特別に慕われていたという。ミコとして育てられたという評論が長く、浸透していたが、梯子は美穂が、 幼児洗礼を受けたクリスチャンであることから、作品のイメージのためだと指摘している。美穂は1932年、昭和7年に大四角人城小学校、後の瀬戸内町立大四角小学校を卒業後、肘高等女学校、現、日室中学校、高等学校に進学した。この際、実母の死後東京に出ていた、実父、サネユキを頼り、サネユキが経営していた。 万世郷の大衆料理店の2階で兄と共に暮らした。郷里の養父、文一郎や、一月美穂を育てていたおば、実母の妹から額の仕送りがあったが、それらはさねゆきが管理しており、毎月ギリギリの額をさねゆきが住む神田まで取りに行く生活だったという。また東京では、長田生を名乗っていた。高等女学校5年時からは、 兄の入隊と父の甘み返りが重なり、親戚宅に移って生活した。1937年、昭和12年に、肘高等女学校を卒業後は、植物学者の北島君さんのもとで働き始め、同時に馬術や自動車の運転などを習うようになった。翌1938年には、婚約者だったいとこを頼って、兄と共に、朝鮮半島へ渡っている。その後、 いとこの招集に伴い婚約は破断となり、美穂自身も肺炎を患ったことがきっかけで、東京を引き上げて、かけろま島に帰る選択をする、1938年。かけろま島に帰ってきた美穂は、青年団の活動に参加するなどの例外を除けば、ほとんど何もせずに、家で過ごしていたという。その後、常用逃れで半年ほど、お四角郵便局に勤め、 1944年、昭和19年11月に、お四角国民学校の代用教員となった。この直前の1944年7月には、両母、吉鶴が買取り中に、磯で亡くなっていた。かけろまには、日本の海軍特別攻撃隊、特攻隊の基地があり、ここへ大日本帝国海軍の信用、特攻隊長として1944年、 昭和19年11月に赴任してきたのが、島尾敏夫であった。二人が初めて出会ったのは、美保によれば1944年12月のことであった。その後、九州帝国大学文科を卒業していた敏夫が、大平家の蔵書をたびたび借りに来たことで交流が始まった。敏夫が赴任した頃には、太平洋戦争はすでに末期であり、赴任翌年の1945年には、 沖縄戦が激化して、集団自決も起き始めていた。日本の配色も濃かったが、戦時下の本土決戦を目前にして軍人は、どこで大切に扱われる時代でもあった。特攻隊である年市尾の隊が応戦することはなかったが、お四角、ドンの裏は、空襲被害が少なかったこともあり、これらの集落では、年市尾をはじめとした島を隊に守られているといった、考えが広まっていた。都尾は、 隊長様としわれ、部隊の施設があった場所は、戦後でも、島を隊長王と呼ばれるほどだったという。美穂は、後々まで、白い海軍の清掃姿の若き日の年を、隊長様の写真を、大切に自室に掲げた。年をは、ただの人。でも、隊長様は、神様でしたと美穂は十回している。小栗安志団、お跡したいて、新朝2006年9月号参考。 美穂と敏夫は、文通や舞台近くの浜辺での合引きを重ねるようになり、戦況が悪化して、集落の人々が夜を疎開小屋で明かすようになってからは、文一郎をその小屋へ送り、大平家で夜を過ごすこともあった。また終戦間近には、昼間から文一郎を小屋へ送ることもあったという。敏夫に出撃命令が出た後、美穂は、集落の集団自決には加わらず、 浜で年尾の出撃を見送ってから探検で、自決しようと考えていたが、結局出撃は行われないまま終戦を迎えた。この時美穂が年尾に宛てて出した手紙が、以下の通りである。年尾は、福音前の8月30日に、文一郎へ結婚の申し込みをし、手はずを整えるため実家のある神戸に向かった。美穂は11月下旬になってから闇船で、天海を出て、約1ヶ月をかけて、 鹿児島に向かった。と尾と再会したのは、よ九1946年の1月になってからで、この間に、ジップ、サネユキが亡くなっている、1946年1月。美穂とと尾は、それぞれ26歳28歳だった1946年、昭和21年3月10日に、神戸で結婚し、当初は、と尾の実家で生活した。1948年、 昭和23年7月には、長男、新さん、写真家、1950年、昭和25年4月には、長女、マヤが生まれた。マヤが生まれる直前の1950年2月には、養父、文一郎が、かけろまで死去した。1949年頃には、美穂が、草加洋子と年男との関係を疑い、夫婦仲が険悪になっていた時期もあった。 1952年9月、島桶は上京し、江戸川区小岩町に家を構える。同時期に年尾は旗揚げ直後の文学サークル、現代の会に加わり、ここで、死の棘に登場する、あいつに相当する女性、ここで X と称すると知り合った。美穂は家計を支えるため、造家作りの内職をしたり、年尾の死だった、若杉年の妻が営むバーで働いたこともあった。 1954年9月29日、美穂は、年尾の日記にあった X に関する17文字の記述を読んで錯乱し、年尾を責め続けるようになる。美穂は、翌1955年の1月から3月にかけて、慶応義塾大学病院に入院したがほとんど効果はなく、美穂が X からの脅迫文を恐れたことから、島桶はこの年の4月に、千葉県桜市へ転居する。 当初は、精神分裂病、現、統合失調症が疑われたが、結局、心因性反応という診断がついての、慶応病院入院となった。この頃の島桶は、美穂が X のことで年を責め、年尾の側も、狂言自殺を図るありさまであった。桜に引っ越した数日後には、X が文学仲間からの見舞金を集めて、島桶を訪れ、美穂との乱闘騒ぎになる。 X との乱闘騒ぎがあった後、美穂は、市川市河野台にあった国立河野台病院、現、国立国医療研究センター、河野台病院を受診し、1955年6月から10月にかけて、年をとともに4ヶ月半ほど入院する。退院後は、入院中に、天マへ預けた子供たちを追う形で、天マ大島の名前市、現、天マ市へ移住した。なお、 河野大病院入院直前までの騒ぎを年尾が、私、小説に仕立てたのが、彼の代表作でもある、死の棘である。なぜへの移住後、1956年12月に、年尾は、新三、マヤと揃って、洗礼を受けた。直後の1957年1月に、夫妻は、かけろまとうを訪れ、この年美保は、初の小説。 妻よ再び我にを執筆している未投稿となった。移住後には、マヤが足の麻痺と失語症、発話障害を発症し、あちこちの病院を受診させている。1959年には、夫人公論に、手記、桜の魂から蘇ってお寄せ、実質的な分断デビューとなる。美穂は1969年から1973年にかけて導入し、 カンナに短編を投稿し、これに書き下ろし3作を加えて出版されたのが、海辺の生と死、1974年であった。この作品で美穂は、第3回南日本文学賞、1974年度、第15回、田村敏子賞、1975年度を受賞した。二人の子供は、九州へ進学し、1975年、島尾夫妻は、 イブスキ市へと転居する。2年後には、マヤを伴って、神奈川県茅ヶ崎市へと移った、1983年まで在住。1980年に、年尾が日本芸術院賞を受賞した際には、気乗りしなかった夫に代わって、受賞式に代理出席した。1983年には、マヤともに、家族3人で、カジ町、現愛良市へ移り、同年のうちに、 鹿児島市吉野町へ、さらには、翌年末に、道市内薄木町へと転居を繰り返した。同じ頃、海に、長編小説、改章を連載していたが、1984年の雑誌休館後、未完のまま放置されることになった。結局そのまま2015年に刊行。年尾は1986年、昭和61年11月12日に、出血性の,高のため、 鹿児島市立病院で死去したが、美穂は、この後も服で通したという。1987年8月、美穂は、連載をまとめて、中央公論新社から短編集、祭り裏を出版する。その後は、年尾の死後発刊された書籍や研究所に解説を寄せたり、死の棘日記として、年尾の日記の編集公開にも協力した。 1999年と2002年に連載後2005年に書籍化。架け久美子は死の棘日記で美穂の言説や X に関する記述がたびたび削除、編集されていることを指摘し、絶対的な夫婦愛は美穂が作り上げようとした神話だったと述べている。美穂はこれに並行して死の棘の妻の場合と題した文章を執筆しているが、これは結局未完。 未発表となった。生前の発表は、年尾の死後3年で書いた、信用登場がまずあり、年尾との結婚のために闇船を探した体験をもとに、した、新朝平成18年9月号の、お跡したいて、の海へ、が、最後となった。年尾による、死小説、死の棘は、1990年に、小栗公平監督、松坂慶子、岸辺一徳主演で映画化され、 カンヌ国際映画祭でグランプリを受賞するなど高い評価を得た。1992年にはマヤを呼び寄せて、天見大島、なぜへ再移住した。毎年8月13日になると、戦時中に年尾の出撃を見送るため夜を赤下ドンの裏を訪れたという。1999年、ミホは娘マヤと共に、アレクサンドル・ソクウーロフ監督の映画、 ドルチェ優しくに主演した。この作品は第57回ベネツィア国際映画祭の招待作品となった。この作品にも出演したマヤは2002年8月3日に52歳で亡くなった。2007年3月25日、脳内出血のため、天見市の自宅で死去。独居のため、孫の島をマホ、文筆家。 漫画家によって発見されたのは3月27日午前10時頃であった。去年89万87歳没。墓は、美穂の希望により、島を年尾文学記念碑の奥にあり、分骨された年尾の遺骨、また、マヤと共に収められている。美穂の没後、元気書房から、未完の小説、解消、2015年とエッセイ集。 愛の棘、2016年が発売された。会場の解説は孫、島尾真帆が担当した。年尾の鹿児島県立図書館甘見文館長時代に、島尾家が暮らした宿舎は、島尾夫妻の資料館として、不定期会館している。2016年には、架橋久美子による電気、狂う日と、死の棘の妻、島尾美穂、新長が刊行され、 第67回芸術戦勝文部科学大臣賞、評論等部門、第39回講談社ンフィクション賞、第68回読売文学賞評論、電気賞を受賞した。2017年には、美穂の同名小説を原案に、越川道夫監督の海辺の生と死が制作され、三島光が美穂に相当する、問役を演じた。楽しく、ご覧になりましたら、 王読と良いです。クリックしてください。